工場大代々理事図、中央が八松院、寛延三年、森幸康書者、長蔵院とは、日本古代の都の城における、宮城の成長、818年以降は八松院とも称された。平安系長道院再現図、水古天皇の小魂伝宮あたりに原型が見られ、大代々理の最も重要な施設であり、大極殿、長道、長州殿の三種の電車からなっていた。 正殿である大極殿には天使の玉座である工御座が据えられており、儀式や越見の際に天皇が着座した。そこから左右に中庭を挟むようにして長堂が並び、南に東西町集殿が建っていた。長堂は天使が早朝に政務を見る調整をはじめとする諸政や、進化三列の元国技大礼を行う重要な、 長者で、聖武天皇の大の後期南馬宮と長岡宮では8、道、藤原宮、国宮及び平安宮では12道であったが、前期南馬宮では少なくとも14道以上の長道があったことを確認している。平城宮の長道院は前半、後半を通じて2つのタイプが並列しており、1つは12、道の従来型の長道区域ともう1つは、共演など朝木に特化したであろうと推定される4。 道からなる、町道区域である。8道以上の町道を持つ、町道院は、いずれの場合も中軸線を挟んで、L 字状内し逆 L 字状の線対称に町道の電車が配置され、全体としては、この事情の平面型となった。長州電は、有意の官人が、長政等に参集する際の待機の場として設けられた施設であり、対価、 白地期に営まれた南波長井豊岬崎宮の発掘調査において確認されており、以後、平安宮に至るまで諸宮の長道院にも引き継がれた。飛鳥時代、編集長道院の原型と思われる電車については、日本初期水庫期に飛鳥カ昇昆宮に関する記述があり、そこから水庫女帝の出魚する大殿や大部の控える蝶及び浅庭について描写されている。 アスカ系後の上層以降、すなわち、天武天皇のアスカ清見原の宮と西明天皇の後アスカ岡本宮については、アスカ清見原の宮が後アスカ岡本宮の内閣に、エビノコ閣と呼ばれる宮殿を加えて完成したとされる。ところから、エビノコ閣は、大極殿、内閣は、大理のそれぞれ前身だったとも考えられる。比較的規模の明瞭な蝶動院の最古は、 前期南波宮の発掘調査によって明らかになった南波長井豊岬宮群のもので、そこではちょうどあと14基以上を確認している。ちょうどの各電車の規模は小さいものの、その数は最多で、また朝庭の広大さを特徴としている。建物は掘った手柱建物で、瓦は使用されていない。後の大極電に相当する。 大理前殿と長道院が接する大理南門は前期、南波宮において最大の門であり、平城宮の須策門よりも大きい。また、朝庭の北方、大理南門の東西には、袋に囲まれた八角形の楼郭が並び立つ。これは、他の宮都には見られない建物以降である。古市明は、これを仏殿もしくは、時を告げる首郎、空路と紹介している。藤原宮の長院は、 最大規模を誇り、そこでは、長道の東西第一道とに同意家との間に、格差が設けられた。いずれの建物も、基壇を持つ祖先建物で、また、宮としては初めて、河原武器屋根が採用された。奈良時代、編集大民軍含む元との、一首東大大民軍含む元との復元図平城宮の長道院は、長安城大民軍含む元とのの影響が濃いと言われている。ここでは、 前半と後半では、その構成に大きな変化が見られるが、蝶道部分に関しては上述の二つのタイプの長動員が南北方向を長軸にして、水路を挟んで東西に並ぶことでは違いがない。代理と大極伝の関係や、その移動、あるいは史書等の文献資料、木簡等の文字資料に見られる、中宮の東宮。 西宮と実際の遺構をどう整合させて理解するかをめぐって活発な議論が戦わされている。また、平城宮において大城祭の会場とされた大城官院について古くは大城官蔵誌と解されてきたが平城宮の発掘調査において長道院の区画跡から大城祭の際に用いられたとみられる施設の遺構が発見されたことにより 大乗官員が長道院の別名であると考えられるようになった。なお、大乗官員のこの資料上の書室は757年の純任天皇の大上祭の記事であるため、飯田武彦は、大上祭の直前に藤原中丸が大乗官の最高位に立ったことを指摘して、中丸主導によって実施された解明で、長道院への再解明まで用いられたと推定している。 南馬系の南馬宮、長岡京の長岡宮については、長道数が八道と他の九都に比較して少ない。南馬系は平城系の副都として造営されたことによるものであり、長岡宮については、副都制そのものの廃止に伴う官務天皇の禁縮政策の結果であった。なお、長岡宮に至って代理と大極殿は分離される。一方、大極殿は、長道の正殿としての機能を強め、 ここに、大極殿、朝道、長州殿の全体を一体化して捉える、朝道院の子が成立し、同時代資料の上で確認されるようになった。なお、朝道院の子の資料上の書出は792年のことである。平安時代、編集平安系に至って、大理と朝道院は完全に離れ、天皇の私的空間と公的空間の分離が図られたが、 大極殿と長道の間にあった会場は、取り払われて四尾弾という段を残すのみとなり、両者は長道院として完全に一体化した。長道院全体の入り口として設けられた門が大天門である。平安宮の長道院は、818年に長道角道に中国風の方が名付けられたのと同時に、八松院とも称されるようになった。これは、 元八章の管理が国事を執務し、天使が決裁するための官庁であったことに由来する。八章院の長道建物の、各電車の名称と着座の監視は、以下の通りであった。長道院は、名称が変わっても依然として、大替理の中心的施設であったが、大天門の変に際しての876年、1058年に、消失し、その度に再建されたが、 平安時代末期の1177年に消失して、以降は再建されず、その役割は、天皇の私的な住まいである代理や、臨時の代理である、里代理へと受け継がれていった。ちなみに、現在の皇居座は、京都御所の四神殿にある。なお、第二次朝道院の大極殿は、970年成立の、口ずさみに、運ん都とし、寺、一景さんと見えるように、 当時の人々にとって、出雲大社や奈良の東大時代仏殿に匹敵する建物と捉えられていたと考えられる。藤原宮の頃を頂点として、次第に政治諸具の中心が朝堂院から周辺官画に移っていき、朝堂院での政務そのものは儀式化の傾向が進み、主として、長画や即位、共演など、主として、朝廷の聖典、儀礼に用いられるようになった。 また、それに伴って、丁度一角の規模は、藤原宮を頂点に時代を下るごとに縮小化の傾向が見られた。儀式化した政務に尋常などの表情や訴訟が複合していったが、これらは総称して、くじと呼ばれた。長道電車の作りを見ると、平城宮を頂点に四面日差しから二面日差しへ、さらには日差しなしへ、屋根構造も入りもや、または寄せ胸から切り妻へと、 簡素化の傾向が見られる。これは、調整の精水と深く関わる変化であろうと、推定される。調動配置の面では、平常宮までは、天皇の寄居する代理と調動員は接していたが、長岡宮に至って、完全に分離する一方、本来は、代理の前伝であった、対極伝がむしろ調動の正伝としての性格を、強め、平安宮では、対極伝前面の回廊が取り払われて、 大極殿と長道一角が完全に一体化した。大極殿、長道、長州殿の全体を故障する長道院の子も長岡京の時代に生まれた。こうして公的な政務の場である長道院と天皇の指摘空間である代理は分離されたが、律令体制の変質によって以上のような平面変化が帰って代理を政治の新たな中心の場とし、 朝道院はむしろ全体として儀式の場としての性格を一層強く帯びることとなった。陰性を経て武士政権が成立すると朝道院が担ってきた役割や機能にもはや積極的な意義は見出せなくなった。それが安元の大会後ついに朝道が再建されなかった理由であると考えられる。平安宮の大極殿を模して作られた平安神宮外拝殿。手前は 四尾弾の手段を再現。左に、白古老、右にソリュロ、葬竜老。1895年に創建された、平安神宮は、平安宮長道院の施設を縮小復元したものとなっており、長道院の正門である、大天門や、大極殿などが、ベンガラによる、鮮やかな朱塗りと、瓦屋根、礎石列柱をもって復元されている。神宮正面の門が、大天門。 内側の左右の電車は、長州道の、廃電は、長道院の正殿である、大極殿の再現である。基本的にはこれらの復元は、11世紀から、消防までの、第三次長道院の再現であるが、開昌門、長道十二道、小蘭楼、正方楼は復元されていない。また、平安神宮の社殿の瓦はすべて緑釉瓦となっているが、実際には、軒先と胸、 部分だけにしか用いられていなかったと推定されている。ありがとうございます。